こんにちは、ナベチャンネルです。この日は5時スタートです。小雨が降ったり止んだり、1時間ほど何もありませんでした。時刻は6時半。シャクらしい当たりがありましたが、重さはなく投げ直そうと巻いています。エサティック、食べた跡があります。シャコがいるなぁとニヤニヤしています。雨が強くなってきたので車中待機中です。当たってる。ゆっくりと聞き合わせをしている。なんでシャコばっかりやってるかといえば、なんといっても美味しいからです。再生数で言えばサバの方が稼げるんですけれども、やっぱり1匹の価値が違うところも魅力だと思います。時期的には今は脱皮時期なので味は落ちるらしいのですが、私はあまり分かりません。あと数釣りするなら夜です。でも夜はまあ絵にならないので、眠いので早朝メインになります。ようやく1匹。しっかりはシャコ釣り名人がたくさんいます。シャコの仕掛けをお手製の方が多数いらっしゃいます。私はフィッシュランドの安いのを使ってますけど、皆さん創意工夫でいろんな仕掛けで楽しんでいます。シャコ釣りは遠投が有利と聞きます。まあでも当たりの感知と口使ってからの間時間の塩梅を想像する楽しみを考えると、短い竿で竿先を噛みするスタイルが私は好きです。まあ本当は鮭釣りたいんだけどね。糸吹けがありました。これはシャコじゃないです。ハゼにしては首振りしません。ハゼなんでしょう。シャコは底荒れすると穴から出てくるらしいです。なので嵐の跡がいいらしいんですけど、そうそう嵐なんか来ませんし釣りにも行けません。なのでとにかく投げまくればいいのかなと思ってます。海底のどこかにシャコ団地みたいのがあって、まあそこに突然シャコ仕掛けがやってきて、なんだなんだって言ってるうちに、まあ、釣れるんじゃないかなと。でもこの日は2匹だけでした。これ隣に入った方にいただいたお手製のシャコ仕掛けです。ステンレスの針金をラジオベンチで一つ一つ曲げて作ったそうです。すごいですね。ハリスはなんかフォンテロンってやつらしいです。釣れたらまあ嬉しいだろうな。でこれすごいのが、このチューブ外すとコンパクトに折りたためるんですが、畳んだら5センチくらいになる。次はこのもらった仕掛けで釣りたいな。それも余ってますし、2匹だけでしたのでシャコは湯がいてほぐしてシャコチャーハンにしました。鮭チャーハンもいいな。鮭釣りてえな。